こんにちは、すみんなです。本日は大阪府大志町に来ております。今日はこれからですね、二条山に向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。はい、駐車場からほどない距離にございます、登山口に向かって歩いております。結構車の通りがあるんですよね。はい、ここが登山口ですかね。はい、前回はこちらの方に行きましてね、岩屋という史跡を、鑑賞して、それから頂上に歩いていったんですけども、今日はですね、この六旦寺、お寺の跡をですね、見学して、それから頂上の方に向かって歩いていきたいと思います。六旦寺は岩を掘ったり削ったりして作った石窟寺院なんですよね。石窟寺院と言いますと、アジアの他の国々ではいくつも有名な寺院がありますけど、日本では珍しいですよね。二条山は奈良県と大阪府にまたがってそびえます。とっても美しい総寺峰です。今日は大阪側から登っております。あ、六旦寺の文字が見えます。はい、六旦寺跡に着きました。わあ、私の背丈よりはるかに高くて倍以上ですよね。5メートルぐらいあるんですかね。こちらは岩に仏様が彫られているということなんですが、うわー、本当ですね。レンゲ座なんか今もはっきり分かりますよね。このような絵がございまして、昔はこんなご様子だったんでしょうか。この石塔ですけどもね、どこかで作ったものをここに持ち運んだんではないんですよね。少なくともこの辺りがですね、あの石塔以上の高さまでびっしりとこう岩だったんですね。その岩をですね、掘って、削って、どういうんですかね、残してる形でこの石塔が今ここにそびえてるんですね。いやー、六旦寺跡か。二条山にこんなところがあったんですね。はい、おそらくこちらに行くと山頂への道だと思うんですけどもね、何やら登ってきた時にですね、この六旦寺跡の横に左に行く道がありましたので、少し覗いてみたいと思います。あら、こんなところがあるんだ。わ、なんだかどんな景色か楽しみですね。これ、ここもあれですかね、岩を削っての階段かな。このような感じで登ってきたんですけどもね、これ素敵な景色を眺めながら休憩できるようになっておりまして、こんな景色が広がってるんですよね。大阪府平野平野です。これ遠くにちょっと霞んでますから、カメラでは分かりづらいと思うんですけど、雨の遥かすが見えます。あっちの方ですけどね。そして振り返りますと、二条山目だけがそびえております。方角的に六旦寺の隣の道歩いていくと、あの辺りも歩くと思うんですよね。岩場の辺りなんかどんな見晴らしなんでしょうね。楽
楽しみに向かっていきたいと思います。では歩いてきます。六谷寺跡の横から登り出してるんですけどもね、何回か二条山登ってますけど、他の登山道とは全く趣が異なります。どちらでも行けるのかな。うわ、ロープだ。いやー、二条山にこんな登り道があったんだ。いやー、ここも眺めが良さそうですね。うわー、この雰囲気はまた初めて見る二条山の一面ですね。六谷寺跡からまだ10分も歩いてないと思うんですけどね、このような整備された階段が出てまいりました。少し階段を歩きまして、その後はこんな道が続いております。あ、何やら目印がございます。あ、というかどこかの道と合流だな。あー、そうか、岩屋の方から歩いてきた道との合流ですね。目岳山頂こちらです。行ってみます。あはは、展望台だ。登ってみます。回旋しながら階段を上りまして、いやー、爽快な眺めですね。葛城さん、その向こうに金剛さんですね。はい、引き続き歩いておりますが、尾岳と目岳の間の馬の背に一度出て目岳に登っていくような感じですかね。はい、目岳山頂です。気温何度だろうな。はあ、32度ですか。はい、いい汗かきました。はい、目岳の山頂こんな感じです。はい、目岳から、東の方角の眺めです。大和平野の眺めです。はい、緩やかな風がとっても心地いい二条山目岳山頂です。はい、無事に下山してまいりました。雨上がりでですね、緑がキラキラしてとっても気持ちのいい山歩きでした。ご視聴いただきありがとうございました。すみなでした。